江夏さんはピッチングはもう三振を取りに行くっていうピッチングですか。もう僕はもう高校時代から何しかもうど真ん中めがけて、はい、力いっぱい投げて空振りの三振を取るっていうのは自分がやっぱパターンだ。わかりました。渡辺 GM いるじゃないですか。渡辺ダイオンズの今 GM が実はキャンプの時鍋で言うあの俺はあいつほど頭悪いんだよ。いやいやいやあのいやいや実は僕がバッティングコーチデビューやってくれって言われた時にピッチャーは三振を取る、球が遅いやつでも三振取るのやらしたいんだと、打つのはみんなホームラン打つっていうのをやらしたいんだって言ったんですね。で今年のキャンプの時あの渡辺久信さんがデブちょっと僕ちょっと時間なくて僕もちょっと出る時だったんですけど、渡辺さんの携帯 GM の携帯に電話が鳴って「分かりました、あいあいつ」って「ダーイ!」って塩崎に聞いたら「どこ行ったの?」って言ったら「江夏さん対応です」っつってGM すっとんで言ってましたよ、下のブルペンだから渡辺 GM とかなべちゃんのその三振って言ってこうやって江夏さんからです、今の同じ言い方してました。うん、あいつの考えもよく理解できてる。でね、あのやっぱりなべかわいいのは僕はちょうどあれ58年、はい、最後の球団西武にお世話になった時の、はいはい、彼は1年目やった。本当に僕入れ替えです、なべちゃんの1個下です。で3年目に坊やが工藤さんですね。うん、だからこの2人が僕の担当で、ね、荷物とで2人でいつもコーヒーしてくれる。あ、その伝統残ってました、うん、僕らの時も森重さんのコーヒーとかみんなに僕ら一番上がるとこえらっさんすかの伝統使ったの。あの2人がもうずっとそういう僕の面倒を見てくれてまああの西武では楽しい思いをね暮らしてもらったけど、まあ、それが片やソフトバンクの大監督。そうですね、今大監督ですからね。でから鍋球が GM です。 GM GM もう今トップです。 GM って言ったら監督より偉いんだよ。そうです、もうあのね、あいつと食事行ってもうお前とは二度と飯食わんとって言われてるあれは食って飲むじゃない。あ、飲みますね。喋るじゃない。そうですね、目の前口から物が皆飛び出すんだまあ、僕乗りづらいですよね、まあ、ねなさん先輩ですから向こう行けとまたそれに書いて横来るわけ大好きですもんね、ねなさんのこと。まああの可愛いやつと思うけど、はい、食事だけ離れたでもあの僕も一番先最初にあのクビになった時えなつさんが一発目に電話いただいて一発目に仕事くれたの、えなつさんとの対談を。いや嬉しくてというかもう感動してというか迷惑かけんじゃないかと思って、言い分もあるだろうからそれはちゃんと俺が聞いてうまくやるから全部吐き出しに来いって言ってくれて、あれ本当本当なんかありがとうございました。あったね、そういうことね。 あれ以外何も声かかんなかったです最後の江夏さん、あの、はい、ピッチャーとしてというか、まあ、あ、2つ聞きたいですけど、ピッチャーとして打者にこう向かう時の江夏さんのやられてた気持ち、三振取るっていうのかフルーっていくのかってどういうものが一番自分がマウンドに立ってモテたもんですかね。この世界はね、はい、対戦する相手が一気でも決まってるわけだから、はい、大体まあ一チーム20人でしょ、はい、バッターが、はい、ね、で5チームですから100人、はい、それをやっぱり全てインプット、まあ今のねデータ時代になったけどそんな詳しいデータじゃないけどある程度自分が見て、はい、実際にそのバッターを見て、はいはい、であのデータ、はい、僕たちの時代のデータっていうのは、ね、今ほど細かいもんじゃないけど、はい、打球方向だけきっちり見た。打球方向、打球方向で大体そのバッターの癖がある。あ、バッターの腕が、であとは構えてる姿、はい、新しい人が出てくると、はい、餌をまく、はあ、うん、出してやる。あ、オープン戦とか、そう、夜のないとこで出てきて、はい、どうぞホームラン打てよって、そんなよう、例えばね、もう今、亡くなっていないけど、あのサード守ってた、はい、絹笠が、はい、絹さん、はい、終われよ、お前、打たせるなよ、いつも文句とか。あ、例えば、公式戦でも打たれていい場面は、ポンとこう、新しく出た子は、はね、そういう場面で、ポンと打たしときゃ、はい、で、本人は、あ、俺は、エナスに強いんだ。あ、もっと思い込むのが相手の監督ですよ。はい、あ、思いますね。エナスに強いじゃないか。はい、よし、じゃあこれ手榴弾だ。大事なところで使ってるじゃん。はい、こっちにしたらもう出てきます。やっぱレギュラーで出てくるやつの方が嫌ですもんね。そういうもう餌をまくっていうことは絶対大事。はあ、うん。それはね、やっぱりある程度年数が経ってある程度自分がピッチングに余裕ができて。はい、うん、
それからやっぱり考えることね。はあ、うん。あ、それをね、やるとね、大変楽になる。でもね、その三振にこだわるのは、やっぱりね、あなたは例えば現役時代、はい、ね、レギュラー出てる、ピンチヒッター出る、はい、バッターボックス入る、何考える？ホームラン打ちたい。そうですね。ヒット打ちたい。はい、でも、三振だけはしたくない。したくないですね。それ一番嫌ですね。これはやっぱり、バッターみんな同じこと、はあ、うん。だから、三振を取るっていうのは、相手のその選手のプライドをズタズタにするわけ。確かに。ズタズタになりますね。そう。それがやっぱりピッチャーの最高の喜びだよね。はあ。よくね、入った頃も、三振取るのには、最低3球、ね、4球、5球投げないかんのか。例えば1球目ちょっと抜いて、はい、内容を取ったら1球で終わるんだと、はい、いや分かってると、でも俺は三振取りたいんだと、うん、という気持ちでマウンド上がったしね。実際にはね、そんな三振ね、例えば100イニングに100個、はい、200イニングに200個は取れるんですね。でも250イニングになった時に250個取れるかというと難しい。はぁ、やっぱり自分はね、250、300いっても、うん、300イニングだと300個の三振を取りたいという気持ちが強かったからね。僕、多分江夏さんって言ったら21球とか9者連続三振とかみんな聞きたがるんですけど、僕おかげさまで自分の中で買い勝ってると思ってたんで、コンペ読んでいただいたり食事とかさせてもらってて、そんなのも江夏さんから聞いてて、実は江夏さん三振取るってのは分かってたんですね。だけど今日初めて本当のこういう話を聞かせてもらって感動しました。まあしかもエサマークとかデータなんて出てくると正直思ってなかったんですよね。すいません。一応それなりにデータも参考にするし、はあ、でやっぱりね、先ほども言ったけど、自分のそのピッチャーとしてのやっぱり目標、はい、美学、ええ、これはやっぱり一緒に同年代でやってきた鈴木啓司と山田久志っていうのはやっぱり、だってこいつらは同じ年になるまで先発完投です。やっぱそうです。ピッチャーはやっぱりね、先発完投よ。あ、そうですね。俺は悲しいかな、肩の故障で、それはできなかったの。はい。腕に転向したの。はい。でもやっぱりピッチャーの喜びは、綺麗なマウンドで投げること。これがやっぱりピッチャーの喜びなんだね。あんだけストッパーやられてますね。本当はもう、もうね、ストッパーとかリリューなんていうのはもう、ぐたぐたのマウンドで投げないきゃダメだっていう。うん。そしてね、今はもう人工芝だからなくなったけど、ピッチャーとして喜びは、はい、1回の表ベンチからブルペンからずーっとマウンド上がるじゃない、はい、うん、綺麗に整備されたマウンド、はいはい、マウンド上がってポッと振り向き返った時に自分の足跡が綺麗にこの後手の、はい、この時の喜びはまあ本当にね、最高の喜び。うん、やっぱりピッチャーの喜びっていうのはそのマウンド上がった時、はい、そしてゲームで最後のバッターを、はい、いろんな形で打ち取って、ああ、上がったと言ってベンチから、マウンドからベンチ帰った時にみんなから、ご苦労さん、おめでとう、ありがとうって言われた時に、ホッとする。はあ。これがやっぱり、うん、ピッチャーの最高の喜びじゃないかな。っていうことは、江夏さんも実際は弱い気持ちもあったってことですよね。そうですよ、マウンドで。常に、強気で、うん、やってきたんじゃない。ただそれを見せないように、うん、自分に負けないようにはいろいろ工夫して、はい、うん、いつか綺麗なマウンドで俺は投げるんだっていう、そういう気持ちがやっぱ強かったですね。はい、そういうロマンをやっぱピッチャーって特別な人しかできないんですね。生まれ落ちた時からピッチャーの人じゃなきゃ、まあね、ちょっと高いところで、そうだ、人より高いところでやってるんだよね。あ、あれだす。で、江夏さん、最後に、こう、江夏さんが色紙に書く言葉を、今、言葉でいただきたいんですけど。いやー、ね、いろんないい勉強になることがたくさんあるけど、はい、まあ、自分がね、よくそういうことを人に頼まれて、はい、書くときには、もう僕はもう一言だけ、うん。ごんべんになる、まかと。この言葉が大好きで、はあ、うん、これを書かせてもらって、はあ、ありがとうございました。とんでもない、いや、いい話でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様。いや、もうすいませんでした。いや、じゃあ、あとゆっくり食事していただいて、すいません、次移動します。皆さん、ご協力ありがとうございました。今日は
今飲食業界すっごいみんな苦しんでて、屋形船も僕らと同じ、飲食業界の中のみんなを楽しませてくれる、別世界にしてくれる、で嫌なことを2時間ぐらいバンバン飲んで、でまた明日頑張ろうっていう、この屋形船協会さんたちもまた僕らと同じ苦労されてて、でも今日本当に、その中で、本当にご無理言ってお願いしたのに、ね、夏さんも快く引き受けてくれて、でこの屋形船乗らせてもらって、夏さんも言ってた、いや旅館でみんなで囲んで先輩の話を聞くっていう、それが今日できてものすごく有意義な時間でした。エナスさん本当に困った時にはエナスさんがいつもこう助けてくれて声かけてくれてっていう、で、まあ、21級とか 9社連続三振とかっていろんな方にいろんな話されてたけど、今日はそうじゃなくて、エナスさんどういう生き様なのか、あの優しさなんで来るのかって、本当は自信を持ってマウンドに自信満々になったのかとかっていう、本当は不安はなかったのかなっていうのを今日聞けて、すごい有意義な時間をこの屋形船協会の、これ屋形船協会の東京屋形船協会っていう、本当にみんなで一致団結してやってる協会の中のアミコーさんの船に乗せてもらって、全然こうアピールとかではなく、本当にこう窓も開けれるし、しかもね、ああいうボードやって食事をして、いろんな苦労されてやっぱりやられてるなっていう中で、またもう一つ野球人も我々飲食業界人もみんなで一致団結してやっていきたいなって改めて思いましたんで、ぜひ皆さんもコロナで大変でしょうけど、やっぱり先生方や国の都の、またその都道府県の皆さんの指示もあるでしょうけど、そのルールに乗っ取りながら楽しく前向きに行っていきたいなと思います。Twitter 仲間の皆さんで、 YouTube 仲間の皆さんとは常に共に前っていうことでやらせてもらってますんで、これからも共に前、よろしくお願いします。